では次にルーティングの際の動作としてルーティングテーブルで複数のルートエントリーのことですねが検出された場合ルーターはどのようにパケットを転送するのかというものを見ていきましょうまずはこちらこのルーティングテーブルを見てください今このルーティングテーブルはルーター0この真ん中のルーターですねこのルーターのルーティングテーブルを表しています このルーターには12345個5個のネットワークが今つながっているという状況ですね。でこのルーターにはいこのパケット19216810168当てのパケットが来た場合一体このルーターはどこにパケットを転送するのかというものを見ていきます。 具体的に見ていく前に、この今のネットワークの状況がどういう構成になっているか見ておきましょう。まずは、こちら、パソコンがつながっているところが192、168、5の0。プレフィックスが24ビットですね。ルーティングテーブルでいうと、この一番上ですね。これがダイレクトリーコネクティッドで、ファストイーサネット、これ0のところでつながっています。 そして次がですね、この黄色いネットワーク。これが192,168,10の0。これもプレフィックスは24ビット。ルーティングテーブルでいくと2行目ですね。ここもダイレクトリーコネクティッドで、ファストイーサネット1でつながっています。順に見ていきますね。青色のネットワーク。こちらが192,168,10の128。12ここがプレフィックス26ビット。 になっていますはいルーティングテーブルここですね26ビットのとこですねファストイーサネット2でつながっていますそして赤色のネットワークこちらが19216810の160こちら28ビットプレフィックスになっていますルーティングテーブルでいくとここ160の28ビットのプレフィックスですねこちらはファストイーサネットの3でつながっていると で、最後、緑色のネットワーク。こちらが192,168,20の168、えー。プレフィックスは30ビットとなっています。一番下ですね。168の30ビット。えー、ダイレクトィコネクティットで、ファーストイーサネット4でつながっているというふうになっています。はい、さあ、えー、このようなネットワーク構成の時に19、192,168,10の168当て。 このパケットが届きました。さあ、どこにパケットを転送するのかということですね。次に、このですね、ネットワーク。これを二進数に直して確かめていきます。この右下のこの表ですね。これは、このネットワークのアドレスの第4オクテットだけを二進数に直したものです。例えば、この黄色のネットワーク。 192,168,10第3オクテットまではこれ10進数で書いてあって第4オクテット0だけこれ2進数で直してあるという状態ですね他のネットワーク青のネットワーク赤のネットワーク緑のネットワークについてもこちらは第4オクテットを2進数に直してありますそしてこの色が変わっている部分ですねこの色が変わっている部分がこのネットワークアドレスになります 例えば青色のネットワークであれば26ビットですのでここの242526ここまでがネットワークアドレスになるというような見方ですねでは見ていきます今届いているパケットが19216810の168ですねこちら2進数に直すとこんな感じで第4オクテットがありますね じゃあ、このパケット、どこに転送されるのか見ていきましょう。まず、この黄色のネットワーク、ここのネットワークに一致しますかネットワーク部に一致しますか見ていきましょうね。はい。すると、192,168,10、ここの24ビットのプレフィックスに、こちら、完全に一致していますね。ということは、この黄色のネットワーク、 からしてみればこの届いたパケットというのはこの192-168-10番ネットワークの168番さんだというような認識になるわけですねつまりこの黄色のパケットに送られる可能性はあるというふうに考えますね次青を見ていきましょう青青色のネットワーク部見てみると192-168-10そして第4オクテうト葉が10 ここまでがネットワーク部です。さあ、ここのネットワーク部を見てみると、届いたパケット、ここまですべて一致していますね。この26ビット目まですべて一致しています。ので、この青色のネットワーク部にも一致しているということは、この青色のネットワークにも送られる可能性がある。次、えー、赤色のネットワークです。こちら、28ビット目までがネットワーク部ですね。 ここ見てみるとこちらも19216810の、はい、11001100、はい、こちらもネットワーク部28ビットまで完全に一致していますねつまりこの届いたパケットというのは赤色のネットワークにも属している可能性があるということですね最後緑色を見てみましょう こちら192,168,20の168ですが、30ビット目まであるネットワーク部ですが、これは192,168、ここまでしか一致してないですね。つまり、この緑色のネッ,トワークネットワークのネットワークアドレスとは一致していない、完全に一致していないですので、この届いたパケットというのは、 緑色のネットワークには属していないということになりますのでまずこの緑のネットワークはえーもう除外ですね,はいえねそもそもネットワークが違うので送らないですよとじゃあえ最後ですね黄色と青と赤こちらはこの届いたパケット対象のネットワークのネットワークアドレス全てちゃんと適合完全に一致していましたじゃあ 3つ、宛先のネットワークが一致した中で、どれに送るんですかという話になってきますが、この時に出てくる考え方が、はい、ロンゲストマッチ。もう単純です、えー。ネットワークアドレスのビットが最も長く一致しているルートに転送します。はい、どういうことか。黄色、これ、ネットワークアドレス一致してます。その上で一致しているのが24ビット分。 青色のネットワーク、ネットワークアドレス完全一致してる。その上で26ビットの長さ。赤色のネットワーク、ネットワークアドレス完全に一致していて、こちら28ビット分一致してますね。つまり、ネットワークアドレスのビットが最も長く一致しているのは、この赤色のネットワーク、28ビット分が一致しているネットワークですね。ということで、 ロンゲストマッチの法則からしてこのルーターゼロはこの今回届いたパケットを赤色のネットワークここに転送するんだよというお話になってきますこれがロンゲストマッチの考え方ですさあロンゲストマッチのお話をしましたがこのロンゲストマッチを考える上で二進数への変換そしてサブネットの考え方 これらは必須の知識になってきます。少しでも不安がある方、計算が苦手な方は必ずここで計算練習をして臨んでください。では、次にデフォルトルートというものを見ていきます。先ほど、ルーティングの際に宛先の経路情報がなければ、ルーターはパケットを破棄するというお話をしました。 ただ、えー、これこのままだと非常に、えー、厄介なことが起こるわけですね。それは何かというと、じゃあ、えー、宛先の経路情報を全て登録しないといけないのかというお話になってきます。えー、インターネットを返す場合、もうひもう膨大な、えー、膨大な宛先が、えー、存在することになるわけですが、じゃあ、その宛先一つ一つを えー、このルーターごとにすべて経路情報を覚えさせないといけないのかという話になってきます、えー、そんなことはもう到底できないので、えー、このデフォルトルートという考え方を使いますさあ、えー、まず見ていきましょう、えー、こちらは復習ですね、えー、今このルーター1にはですね黄色と緑この2つのネットワーク情報、えー、経路情報しか登録されていません この時にデータが送られてきて、このルーティングテーブル検索してなかった場合、このデータは破棄されてしまいます。それでは都合が悪い。ということで、この宛先の経路情報がないパケットですね。これを破棄せずに送り出すことができます。それがデフォルトルート。 えー、宛先の経路情報がなくてもパケットは破棄されなくなります。そして、えー、どこに送るかというのを、えー、あらかじめ手動で設定できるわけですね。それがデフォルトルートの設定。えー、デフォルトルートの設定をしたものは、えー、こちらの右側のネットワークになります。えー、この黄色の部分を見てください。えー、これ、手動でデフォルトルートを設定しています。えー、手動なので、スタティックルート。そして、この、エクスクラメーション。 えー、じゃないですね、アスタリスクやね、えー、このアスタリスクがついているところを見てみると、まあ、これ0.0.0、まあ、これ、えー、とネットワークに登録がないアドレスという意味になりますが、えー、これの送り先が192-168-2.2、えー、これでいくと、えー、2番ネットワークの2番さんこれでね、えー、とにかくここに送り出しなさい という命令がここの意味になりますそして Gateway of last result is というふうにありますがこれはまあ宛先経路がない場合最終手段としてここに送り出しなさいよという意味ですねこれはつまり最終手段として送り出しなさい最後のデフォルトルートへという意味になっていますじゃあこれどういうことになるかというとデータがやってきました ルルルーター1のルーータのテティングテーブルを調べますえー、ここの上2行当てはまりませんでしたもうどこにも経路情報がありませんその時に最終手段として、えー、このデータは1682番ネットワークの2番3ここのインターフェースめがけて送り出しなさいという仕組みになっていますで、えー、このデータがこのルーターにまで来ました でこちらのルーター2にも同じようにデフォルトルートを設定しておいてこちらのインターネットにつながっているこのルーターのデフォルトルートを例えば ISP インターネットサービスプロバイダー宛てとかにしておくとこのデータはインターネットに出ていくことができるんですよというような仕組みになります。 ルーター2ではインターネット側にデフォルトルートを設定しておいて、宛先がわからない場合は ISP、サービスプロバイダーに転送するように設定することができます。これで何がメリットがあるかというとですね、ルーティングテーブルに登録するルート数をかなり減らすことができます。インターネットに送りたいようなデータはすべてデフォルトルートとして扱っておけばいいので、 ルーターのメモリーとか検索にかかる CPU の負担を軽減することができますそしてルーターの中に設定する経路情報はですね基本的には社内,社内のネットワークで OK それ以外はすべてデフォルトルートでインターネットや外部に転送するというふうにしておけばこの CPU の負荷をかなり軽減することができるということになります これがデフォルトルートの挙動になります。